はい、今回は精神科がやばいし闇深いと話題となっている件、こちらについてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まだですね、ちょっと喉の調子が悪くて、まあ、聞き取りづらい点が あるので申し訳ないです、そちらの方ご了承いただければと思います。この精神科の話っていうのは、まあ、昔から言われてるんですよ。で、かなりのこれ闇が深いっていうこと で僕もいろいろ思うことがありますので、まあ、今回はですね、話題になってる、ところに、まあ、様々な角度から考えてお伝えしていこうと思います。何かね、まあ、一つでも参考になっていただける、点があればと思いますので、よろしくお願いいたします。実はこのようなことが言われていて、にわかに信じがたいかもしれないんですが、全くの嘘でもないと思うんですね。実は精神病が存在しないという噂、あるいは精神科が退院させたく、ない、まあ、そういったことをしている可能性と、まあ、そういったことを考えていきます。この精神病が存在しないという噂は極端な話ではないんですよ。例えば10人患者がいたとしたら、5人は精神病の人が、いるかもしれない。しかし残りの5人は精神病ではない。そういった人も、このね、通院しているとか、まあ、入院してるとか、まあ退院できない状況になっているっていう、まあ、そういった話です。分かりやすく言うと、精神病ではない人が精神科の医者の金儲けにさせられているんじゃないかっていう噂が昔からあるんですよ。で、僕もその可能性っていうのはあると思います。だから全くの嘘とは思わないし、全てがそうだとは思わないが、そういった可能性がある。例えば10人いたら本当は5人が、ね、精神病だが、残りの5人はそうではないかもしれない、比率は別に専門家ではないからわからないんですけど。で、例えばこういった話をすると全くの嘘なんじゃないかって思うかもしれないんですが、じゃあこういうふうに考えてみましょうか。精神科の医者っていうのは年収がすごく高いんですね。確か40代でうん千万とか行くんですよ。豊かな暮らしもできるわけじゃないですか。しかし年収が高いと同時に自丸率も高いんですよ。なんでなんでしょうね。豊かな生活もできるし、それなりのことをしているはずの人が自丸をする職業の上位に入っている、何かこの仕事裏があるんじゃないかって、何かこの精神科ってあるんじゃないかって、そういった憶測が立つんですよ。で、今回はですね、気になる実際の実例、例についてここから考えていきます。これは別に僕が憶測したことではなく、そのまあ現場の人の声っていうか、とてもですね、いろいろ思う、考えさせられる話なんで、そちらをね、ここからお伝えしていきます。どういうことかっていうと、こういうことなんですよ。精神科は入院条件が低いが、退院したいと言っても長期入院させられる、まあ、そういった理由があると、まあ、そういった話です。医者とか看護師とか精神保健福祉士といった医療関係者からの声っていうことがあるんですね。日本のこの精神科には様々な問題があり、そちらについて告発しているって言ったものです。例えばこういうことです。本人も家族も退院を望んでいるのに退院できない理由が知りたい、そういった声が寄せられています。別に僕が言ってるわけではない、こういったものが寄せられているっていうことで、そこからこの件を考えていくわけですね。患者は入院当初はすぐに退院できると思って入院した。しかし主治医から、何でも自分の思う通りになるとは思わないでください、私はあなたのことを信用していませんと言われ、精神科医が患者にパーソナリティ障害と診断した、そこから退院の見通しがつくまでに1年以上かかると、言われたという実例です。精神科は入院条件が低いが、退院するのにハードルがとても高い、退院したいと言っても長期入院をさせられるっていう、まあ、一つのこの、案というか、理由っていうことですね。そしてこの実際に精神科に入院した方がこのようなことをおっしゃっているんですが、入院はせいぜい1、2ヶ月、3ヶ月だと思って同意したのに、こんな数年もね、入院するとは思わなかったと。で、弁護士が間に入ったんですが、弁護士が言うにはこういうふうに言うんですよ。精神科に入院している場合は弁護士と連絡が取れないと、だから弁護士が間に入れないから退院ができないということを言うわけですね。で、今度逆に弁護士が入ったところでも病院側の言い分っていうのもあるんでね、
患者は社会に迷惑をかけるっていうことを言う、法的根拠がない理由を繰り返してなかなか退院に、向かうことができないという、弁護士の意見があります。で、この背景には何があるのかっていうと、もちろん真面目な話ですけど、精神科独自の入院制度、医療保護入院っていうものがあるっていうことが分かってるんですね。医療保護入院とは難しいですが、何かっていうと、精神保健福祉法が定める強制入院の一つ、と言われており、本人が入院に同意しない場合に家族一人が同意、あるいは、精神科の医師の同意があれば強制入院させられるっていうことだから、これで入院したらなかなか出れなくなるわけですよ。で、この医療保護入院っていうのは、入院する期間を精神科の医師が、まあ、決めるっていうことで、まあ、本人に、まあ、その入院退院の、まあ、その権限の要素が、全くないから、これっていうのは良くない要素だっていうことを、まあ、言われてるわけですね。で、この医療保護入院っていうのは、入院させたいと思っている人にとっては都合がいい制度だが、実際に問題が様々あるということです。だから精神科の医者の意のままに、コントロールできるということです。だから本当に困っている人はいいですよ。それは別に全く問題ないと思いますが、退院したいなと思っている人が退院できないっていう問題があるんですよ。別にそんな、まあ、重度でなくてもね。で、実際こういうことも言われておって、入院後に、患者家族が第三者機関に、精神医療審査会に対して退院請求、そういったものを行う制度があるが、しかしほとんど形骸化しているということで全く機能していないっていう話ですね。で、退院が認められない場合っていうのは、うん、まあ、その、まあ、患者がどうのこうのとかっていうのもあるし、まあ、その患者がそういった、まあ、なんていうのかな、精神病に対する認識が不十分である、と言われてますが、その根拠がないんですね。根拠を示せないんですよ。示さないのか示せないのか分かりませんけど。で、実際にこの東京都の精神医療審査会っていうのが退院について調べたら、2018年の検査では退院を認めたのは206件中1件ということで、206件も退院してって言ってるのに、認めるのはたったの1件です、うん、全然退院できないじゃないですか。この、ね、制度そのものが開かずの扉って言われており、どういうことかっていうと、これ精神科医の思うがままってことです。医者の医療の金儲けの道具にされている可能性が否定できないということです。別に全員が全員とは言いませんよ。でも例えばこの206件退院したいっていう、人のうちの1件しか退院を認めないっていうのもおかしいわけじゃないですか、普通に考えてね、うん、だからその、うん、なんていうのかな、退院してる人の気持ちに全く立っていないし、おそらく、僕の考えですけど、精神科の医者っていうのはこういうことを分かってると思うんですよ。うん、だけど自分の、例えば知りませんけど、年収のためだったり利権のためだったり、そういうためにこういうことをしている、そして自分がそういうことをしていることが分かっているから、その、ね、分かっていることに耐えられずに自丸するんじゃないかって僕はそのように思ってます。だからもちろんいい医者もいるのかもしれない、しかし悪い医者もいる、うん、最低な人間も数多く混ざっていると思います。意図的に患者を退院させないっていう、そういった人間ね。で、今度はこの精神科がやばい、闇深いっていう、実例なんですが、精神科における拘束っていうことで、まあ、肉体的精神的拘束っていう、まあ、そういったあの例がねあったんで、その例をね考えていこうと思います。実際どういう例があったのかっていうと、まずこういったまあ例があったんですね。あの、患者が辛いと、患者は泣きながら訴えると、その精神科の病院の職員に、丸力をされたとかね、うん、縛られたとかって、そういうことを言ってるんですよ。患者が、職員に、語りかけた人に「おい」と呼んだらね、職員がね、うん、口の利き方がなってない「すいません」と言えって言ってね、でそれで丸力を振るったと。で、実際にその丸力を振るってる様子が、まあ、出て、その看護師とか準看護師が丸くをしたということで逮捕されてるんですよ。実際こういうことがあったんですよ。一件じゃないですよ。また次もありますからね。その精神科の患者さんが痰を取ってくれっていうことを言ったら、言葉遣いでくれっていうのはどういうことだって言ってね、なんでそういう言葉遣いをするとかね、痰を取ってくださいって言えって言って、で患者さんが痰を取ってくださいとかって言ったら、その病院か看護師か嫌です、わははって笑ったとか、うん、舐めてますから普通に、わけがわからないでしょ、うん、
だこのね、別に僕はそういった仕事をしてないから分かりませんけど、その精神科の患者っていうのは取り扱いを慎重にしないといけないんですよ、難しい病気なのに。しかしそれを逆手にとってこういう患者に対する嫌がらせ行為をしているっていうことが分かっているわけですよね。で他にも、患者のことを、丸力で、叩いたりとかして、患者が、ね、痛いって泣き叫ぶ絵があったりとか、弁護士がですねこの、何かで縛られたりしたことはないかっていうと患者があるって言って、ね、精神科の言い分があるんですよ。患者が暴れるから縛るって言うんですけど、そうではない、別にそうでない場合も縛ってる可能性があるし、弁護士が医者に、殴られたりしたことはあるかっていうと患者は言うんですよね、その乱暴な看護師が多いとかって言って、で患者はもう辛い思いをしたくないとか、弁護士に、病室に戻りたくない、怖い、そういうことを言ってるわけですよ。どうなってんだって話じゃないですか。で患者が言ったんですよ、もうこれ以上実情を話せないって、これ以上話したら、自分のこと丸されるかもしれないって怯えた様子で、話す姿が出ていたんですね。多分この人って普通だと思いますよ、患者って言われてるけど。だからこの 見えないように精神科の中でこういったことが行われてるんですよ。僕らっていうのは一般人に部外者だから外側でしか問題を見ることができないが、明らかにこの闇があるっていう、そういったことだと思います。ベッドに縛られたりとかね。だからひどい話なわけですよ。だからこの精神科っていうことなんで、やむを得ず身体拘束をするっていうこともあるみたいですが、医者の指示が必要なんですが、そういったものはちゃんとカルテとか台帳に書かないといけないんですよ、理由も。しかし書いてないこともあるし、わざとそういうことをやってる、可能性もあるっていうこと、だから精神病で困ってね、病院に行った人が、病院でこのような丸子をされてるっていう現実があるんですよ。で何が一番おかしいのかっていうと、これが一番おかしいんですね。医療が発達してるのに精神科の患者が全然減ってないんですよ。医療が発達したら精神科の患者減るはずじゃないですか。なんでこういった矛盾が出るのかわけわからないですよ。だから違う力が働いている、利権とかね、でこういったことが、いわゆる精神科の闇っていうことで言われていて、日本のこれ数多い、闇のうちの一つだと思うんで、今回はこの精神科がやばい、闇と闇深いっていう話題になってるんで、こちらについて思うことをお伝えしてみました。本当に困ってる人が、普通にね社会に出れることを切に僕願ってますっていうことで、今回の話がリスナー様の参考になっていただければ何よりですっていうことで、今回ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。